半島ですけども、この渡り廊下後で通っていただきますけども、これでつながってる状況です。ですからパッカー車は、燃えるものをそれからリサイクルもまっすぐ行きまして、北面通って燃えるパッカー車は後で入りますけども、この熱処理のプラットフォームとで、リサイクルの方はそのまま通ってこちらのリサイクルのプラットフォームというような形で分かれます。なるほど。